ここは道の駅ではないんだけど、奄美大島へバードウォッチングにやってきたおじさんに教えてもらったんだ。何度も来ていたらしくて、車中泊する場所に詳しいんだよね。静かで綺麗なトイレもあるんだよ。でも、もし津波が来たら、おしまいだなぁ。まあ、心配しても、しょうがないよね。奄美大島でただ一箇所の道の駅です。ここをハブくんが出てこないだろうな。用心して散歩しなくっちゃ。僕、秘密の話だけど、実はここでノラの女の子にモテたんだよ。僕について回って、離れないんだ。ここでカヌー体験ができるそうだけど、僕はちょっと水が苦手なんで、遠慮しとくよ。この階段がマングローブ原生林の入り口だよ。
ったね。とうとう沖縄まで来たぞ。ここはやんばるの最北端の道の駅なんだ。もしかしてヤンバルクイナくんに会えるかも。おお、あれはなんだ。ヤンバルクイナくんが重量上げしてるぞ。あれ？こっちはシーサーくんが門番してるぞ。観光案内所で調べたら、なんでもヤンバルクイナくんは夜行性だそうですよ。夜はちょっとハブくんも怖いしな。おや、これって野口ネラくんの匂いかな。向こうのサトウキビ畑の方にも行ってみるか。道の駅の看板に描かれている少年は、ブナガヤですよ。なんでも、飛翔種族だそうで、平和と自然を愛する生き物なんだ。
それでは、ブナガヤ君を探しに、行きましょうか。この辺にいそうなんだけどな。おーい、ブナガヤ君、出ておいで。噛みついたりしないから。いやー、探し疲れちゃった。この道の駅は国道58号線沿いで交通量が多くて、ちょっと騒がしいんだ。ここが道の駅のメインなんだけど、駐車場がものすごく狭くて窮屈なんだよね。トイレの中まで入らなくても、僕はここでいいんだ。簡単だね。どうだ？いやあ、見晴らしがいいなあ。こっちの駐車場の方がゆっくりできるぞ。あれ？どこに行ったかなあ？さっき野良くんがいたんだけど、おい、どこを散歩していたんだ？しっかりご飯は食べてるかい？あとで僕のおやつあげるからね。
ここを工事中で落ち着かないよ。おまけに前の国道は結構交通量が多いんだよね。まあ万座家まで20分だからね。我慢してここで一泊するか。明日も晴れるといいけどな。ここって海の上を走ってる海中道路の中間にある海の駅だよ。沖縄本島ですよ。そして僕の後ろの方に走っていけば4つの島に渡れるんだ。ということで公園の向こうの端まで散歩してみるか。
面白い岩があるぞ。釣りもしてるよ。釣れるのかな？おお、オスプレイが3機飛んでるぞ。やっぱし、ここは沖縄だね。道の駅と違って、ここはトイレが夜間閉鎖なんだ。公園のトイレは大丈夫だけどね。2階は海の文化資料館になってるんだ。後で行ってみよう。市にある道の駅です。どうも。ここは埋め立て地のようだね。大きな車の販売店がたくさんあるよ。メインの駐車場は広いんだけど、ちょっと通行車両の音がうるさいんだ。奥の方にある駐車場の方がどっちかというと静かだよ。まあ、あまり面白くない駅だけどね。でも首里城の観光にはここが一番近いかな。
不満中って美味しいっていうことかな。沖縄の言葉って難しいよね。お城の城ってぐすくって言うんだ。ここの魅力は？なんだって？いろんな魚介類が手に入ることだよ。店の中では調理した魚が食べられるんだ。もちろん新鮮な刺身もあるよ。駅に隣接したところには広い公園があるんだ。早速散歩するぞ。沖縄中を車で走ったけど、こんな昔の家はどこでも見かけなかったね。やれやれ、今日はいろいろ回って疲れたな。それではおやすみなさい。